県内のこちらの企業でも満額、こちらでも満額と異例の事態となっています。大手企業の春闘が集中回答日を迎えた今日、県内企業からも高水準の賃上げ回答が相次ぎました。賃上げと成長の好循環、これを作っていくために今年の春闘、これは大変重要であると認識をしています。日本経済の今後、左右するものであると、考えています。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。労働組合が会社に対し賃上げなどを求め交渉する春闘、岸田総理はこれまで断るごとに賃上げを強調していました。物価上昇局面の中で、将来的に人がこう労働力も不足するという中で、企業としても人への投資という部分については非常に問題意識を持っていると、そういった意味では日本全体で賃金上げるという流れができていると。県内では自動車メーカー大手のマツダが賞与と賃金を合わせて過去最高の 6.8% の賃上げ幅を実現する満額回答。県内でも大手製造メーカーを中心に満額回答や要求を上回る回答が続いていますが、喜ぶばかりではありません。経産省の調査では、全国の企業で働く従業員およそ4700万人のうち7割ほどが中小企業の従業員です。大企業だけが賃上げを進めても経済の活性化にはつながらないといいます。今回の春闘の一番大きなポイントは、中小企業の春闘、ここに波及をさせるということなんで、そこの底上げはもう必須だと思っています。しかし賃上げの波が中小企業に広がるにはまだ時間がかかる事情もあるようです。今のところ春に賃上げというのは考えておりません。安佐南区で10人の従業員を抱え、自動車の整備や販売を行う会社ではこの春の賃上げを見送りました。理由はなかなか上がらない発注先との取引価格です。一部の取引先はこの春から価格を上げる予定ということですが、全体で見るとまだ限定的だといいます。まだまだ一部なので、全体的なボトムアップがないと、それを自分の社員のところに転嫁するというのは難しいのかなと。我々の社員の給料を上げていくためにも、やはり元請けさんの方に我々の対価を上げていただくというのを期待しております。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。